え、何お前ら。わあ、骨が出てきた。あ、一人は盾持ってる。ちょっと待って。おお、あ、逃げよう。何あいつら。おお、おお、てちょっと。お前ら、くそ。爆弾投げてやる。これ、待って、これ爆弾に当たったらやばいんじゃない？もしかして。投げる。ドン。おお、やったぜ。え、あ、味方の落とした盾を拾った。すげえ。ドーン。どうなった？おー、やったっぽい。え、嘘、生きてる。すげえ、さすが骨。マジか。ボケっとしてる場合じゃねえ。そっちじゃない。ドーン。え、硬くない？こうなった状態でさらに爆弾を投げるのか。あれ、違うやつ狙った。すごい、なんか動いてるけど。あ、盾持ってる。ちょっと、おっと、あー、危ねえ。ちょっと爆発したらどうするんだよ。確かさ、あのコメントによると敵の攻撃をギリギリで避けると何かあるっていうんで、ちょっとやってみたい。お、敵の攻撃をタイミングよくジャンプしながら避けると回避ジャストが発動する。おお、いてー、ちょっと待って。結構痛いんだけど。回復。ポーチ、割とダメージでけえ。あ、ダメージ受けながらも回復できる優しいゲームでよかった。これバックステップ無敵ないの？ふっ、ダメっぽい。武器を切り替えよう。武器を両手剣にして、さあ行くぜ。敵の、待って、剣出さないと。ふう、お、ダッシュ切り。おお、さあ構えろ。立てよ。ふん。全然構えてないけど、顎をクリーンヒット。えい、おお、やった、勝ちました。おお、起爆する。なるほど。さあ、ボコ盾、落ちている適当な木の板に、握り手をつけただけのボコブリンの盾、耐久性も低く簡単に折れてしまう。あ、壊れてしまう。盾を構える。装備した盾で敵の攻撃を防ぐことができる。とうとう盾きた。うわー、めっちゃ動いてる。拾える。ボコブリンの骨、切り離されても動き続ける不気味な腕の骨。あまりポーチに入れておきたくない。古びて脆くなっているのですぐに壊れる。うん、ボコブリン、え、あいつらボコブリンなの？あのスタルホスとかじゃなくてボコブリンの骨が動いてるってこと？うわー、マジか。旅人の剣、主に危険な野生動物に対する備えとしてハイラル全土で使われる剣。壊れにくいが桃の相手には少し心もとない。武器ポーチがいっぱいです。やっぱりキャパシティってあるんだ。結構少ない。これそのうちポーチが大きくなるとかある？じゃあ捨てましょう。松明が代わりになるから木の枝はいらないかな。拾う。よし。いや、結構これ夜だから出てきたのかな。夜になるとなんか結構骨とか出てくるイメージあるけど。あ、またこれか。わあ、装備してみよう。おお、すごくワキワキしてる。これで何か、なんか遠くのものが取れるとかそういうこと？これは、ボココンボ。ボコブリンが獲物を仕留めるその一点のみに注力して作り出したコンボ。無理をするとすぐに壊れてしまう。なるほど。あ、持てないか。骨1個いらないか。よし、じゃあ帰ろう。あ、しまった。うわ、危ねえ。入る前にさ、いるかもとか言ってたじゃん。あー、ちょっと待って、ここで戦うのはきつい。おお、ちょっと囲まれた。でい、あー、無理、やばい。逃げの一手。
あぶねえ。おお、逃げるは恥だが、なんとやらこ、あぶねえ。これ生きてたらちょっと死んでたかも。ネジ、あぶねえ。夜危ない、戦慄の夜が訪れたってやつ。ふう、助かったか。次の目的地、ピンが消えてないな。消しちゃおうか。あ、ピンじゃないかこれ。ワープできるようになったんだ。あー、じゃあ次ここ、マップ的にはちょっと見えないな。命の水、あ、宝箱がある、魚がいる。おら、おー、いいぞ。ふう、おっと、いかんいかん、夢中になって溺れてしまうと大変だ。もう一匹いたような気がするけど、釣り竿ってないのかな。まあいいや。これどうやって取るの。アイアンブーツ的なものが必要。お、取る取る、よーし、やった、大量。爆弾、爆弾って水中に効くかな。やってみよう。何でも試しておこう。投げる、あ、浮くんだ、へえ。おお、全然水しぶきも何も上がらないっていう、割となんか割り切ったゲームデザイン。投げる、結構投げるとさ、投げるとかそういうのが動かないか。あ、あれ、金属でできてるっぽい、マグネキャッチ。おお、効く効く。おお、こういうこと、いいね、ジャイロ機能。なるほど、置きましょう。あいって。が、学習しないリンク。あー、しかもなんか腕が動いている。すごいな、ファンタジー感半端ない。とりあえず次のダンジョンまで行きたいな。ふう、え、あそこ高くない？ここから登っていけないな。マップ、おっと、あ、こんなに広いのこれ。え、今俺がいるところの大地がここでしょ。しかも南の方まだ見えてないし。この区切られてるのは何？国の境目みたいな感じ？エリアか。結構多いな。ここはおそらく水か何か。だいぶ広いですね。ここに行きたいんだから、なだらかなところをこうやって上がっていって、ここか？ここからこうやってきてみたいな、この辺りかな。まあいいや、とりあえず時の神殿跡を回っていきましょう。お、なんかあるぞ。あ、と思ったら確かに怪しげだけど何もねえや。上の方、あ、なんか光ってない、あれ気のせいかな。じゃ、別にジャイロ機能使う必要ないわ。自分でやりましょう。何もないか。風緑とかあったら面白いかもしれないけど、なんかなんかいるんじゃね。なんか前確かに登った時に中見なかったかもしれない。うん、さっきからなんか変な音がするなと思ったら、この骨が動いてる音か。ちょっとしまっておこうかな。まあいいや、攻撃力がどれぐらいか確かめてみたい。おっと、あ、結構高いな。降りる、いける、これ。お、いける。主人公の体力っていうか運動能力を見ておくのも重要だよね。お、あー、手前に倒しながらで飛び降りることができるんだ。操作ミスとかでなんかすごく痛い目合いそうだね。行こう。蝶々、はい、えい、届かない。ふん、と、取れそう。へえ、
蝶をゲットできるんかな。さあ時の神殿跡地、あなんだ普通に橋があるじゃん、行こう行こうとか言ってなんかすごく死亡フラグっぽいんだけど回復する、わあ行こう、わざわざはしごがあるってことは何かあるに違いない、わあ来た、あのなだらかな丘を駆け上がっていって、おいかにもなゲートがある、あそこ目指そう、こっちだ、あーなんかあるっぽい、すげえ滑って転びそう、お宝箱だ、開く、ちゃんと正面から上げれば、兵士の弓、戦闘用に攻撃力を高めた弓、より大きなダメージを与えることができる、木で作られているので火がつくと燃えてしまう、あー弓の材質とかあるんだ、へー、なるほど、確かコメントでなんか高いところに弓があるよみたいなの書いてあったけど本当だった、へー、わーこれは行きたくなるけど怖えー、無理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 帰ろう、よし強い弓をゲットしたんでこれはかなりでかいんじゃないですか、帰ろう帰ろうと思ったけど、うわー怖い、あのやっぱり登るときって結構簡単なんだけどさ、降りるときってめっちゃパワーいるんだよ、おお、はしごどこだっけ、降りる、リンクが割とさ動いて、おおお早く降りられる、オッケー、ああ助かった、このゲームってさ自然回復ってないわけ、ご飯食べないとダメなのかな、あ頑張りすぎた、疲れてる時に何か食べると回復できるかな、リンゴはちょっと、キノコ、キノコ少なくない、まあいいや、あハイラルバス結構あるから食べちゃおうか、生魚、ふう、うめえ、やめる、よし、わああったかい草原、ごろりと転がっていたいけどそんな暇はないかな、おボコブリンさんたちがめっちゃ盛り上がってる、よし何かある、ポカポカ草の実、生で食べるとピリピリする実、料理に使うと体が温まり寒いところでも耐えられるようになる、おおいっぱいある、なんか名前がさポカポカの実と書いて書かれるとピクミンっぽいよね、さあそしておお寒そう、おお耐えられない寒さになってきた、これ以上ここにいるとダメージを受けてしまう、おおマジか寒そう、あだだだだだ、ちょ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 、霜焼け霜焼けなる、おおなんか急激になんか気温が変わるってすごくゲームっぽいっていうかゼルダっぽい、これあれか、このもわっとしたところに入るとそういうことなのか、ああー右下のあのゲージ、あれ気温を表すのか、あーちゃんとよく見てみればドシーって書いてある、あーこれ温度計だったんだ、あーなるほどようやくわかった、あーなるほど、ポカポカの実を食べればいいのかな、ポカポカ草の実、料理に使うと体が温まり寒いところでも耐えられるなる、あーじゃあ料理しないといけないんだ、料理ってどうやってやんの、ボコブリンさんのとこだったら炎があるかな、あーあるある、あれ取るの、待って待って、やめるやめる、爆弾に切り替えてあらかじめ爆弾置いておきましょう、で、あでいっ、あれそうじゃない、やばい、これはさあ、あいいぞいいぞ、釣られてドン面白い、さあ俺はここだぞ、もう一個、
てい。あれ、なんか投げる場所が、あーまずい。これどうなる。うわっ、うん、おー一匹取り逃した。逃げろ。おーめっちゃ振り回してる。シャキーン、さあ来い。ギリギリガードやってみたいけど、やっぱちょこれ強そう。やめとこう。弓矢、あ狙う場所がちょっとおかしい。やった。頭部に矢をヒットさせるとダメージ倍増のクリティカルヒットが発動する。おお、やりました。さあボコ槍、太い木の枝から乱暴に削り出された武骨な槍、肉や魚を刺して火で炙るのにも使うようだ。おお、料理できるってこと。あ、じゃあいらないのは、錆びた剣いらなそうだけど、でもなんかこれ貴重品っぽいんだよな。これ取っておくと何かいいことあるかも。錆を落とすとめっちゃ強くなるとか、そういうボココンボいらないかな。威力も低そうだし。捨てる。やっぱり武器って耐久力だよね。Z ボタンで狙ってると敵の足元あたりを狙っちゃうな。移動しながら撃つっていうのが今まであんまりなかったから、慣れておかないとね。さあそしてキノコ、キノコいっぱいある。お、薪の束、どこにでも持ち運びできる薪、火種があれば火をつけることができる。おお、火種ってなんだ、マッチとかあるのか。さあこれは鍋の蓋、村人の生活を支える料理鍋の蓋、丈夫な木で作られてはいるが盾として使い続けるには心もとない。盾を素早く切り替える、盾も切り替えられるんだ。複数持つ盾を素早く切り替えることができる、左を長押しで切り替え、 OK。 松明いっぱいか、松明切り替えておこうかな。お、盾、松明は捨てる、新しいのに切り替えよう。さあそして、お、まだある。獣肉、さあ焼き獣肉、暇を潰す、あーこれが時間を経たせるやつか。焚き火の周りでは時間を経過させることができる。いつまで暇を潰そうか、まあ今はやめておきましょう。あ待てよ、回復できるかも。じゃあ昼まで、昼までって今12時だけど。おお、丸1日経ったよ。まあいっか。さあそして、いや違う、お、これは関係ないか。火をつければ何か変わるかな。いやお前じゃない、いやお前燃えるかな、燃えないか。仮装してやる。ダメか、使えんやつめ。あ回復してない、マジか。何か食べないといけないんだ。とりあえずこれはいらないかな、捨てる。よし、なんか左上の方にマークが出てるけど何か意味あんの、あれ。フィニッシュブロー、説明は、説明ついてない、なんだこれ。あ、ついたついた。さあこれを移す、お、いける。へえ、あったまりポイントが増えた。あ、なんだ今の。しまう。料理するにはどうしたらいいの。素材を手に持つ。焚き火の近くで直火焼きとかそういうこと。お前邪魔だな。投げる。ふん。よーし、満足した。素材、食べると手に持つ、手に持つってことか。お、手に持てる数1/5、追加する、持つのをやめる、ゲームに戻る。おお、あれ置く、遠くに置く、ああ近くに置く。植木は何、ああそっかそっか。ここに
ここに投げ入れろってこと？あ、料理料理。あ、なんだ、ちゃんとできるんじゃん、びっくりした。ここにさ、ポイって投げるのかと思ったよ。あ、でもなんか高さ変えられないんだね。高く投げるとか、置く？ちょっとやってみてもいいかな。置く。あ、投げるんだな。なるほど。手に持つ。で、ほいや。あ、ダメだ。あー、焦げた。危ない危ない。じゃあ手に持って料理。おお、煮込み夜。おほ、串焼き魚。今完全に煮てましたよね。煮魚になるならともかく、取れたての魚を串に刺して焼き上げたシンプルながらも最も魚の味を楽しめる料理。おお、できました。作った料理はポーチ画面からレシピを開くことで必要な素材を確認することができる。おお、手に持った料理を、え、手に持つとそれを素材として料理ができるってこと？じゃあさっき手に入れたポカポカ草の実を手に持って料理。一個だけだとどうなる？おほ、ピリ辛炒めポカポカ。厳しい寒さに耐えられる体感効果レベル1。ポカポカ草の実だけで作った珍しい炒め物。辛さの中にかすかな旨味を感じる。食レポがすごいそれっぽい。じゃあ組み合わせてみようか。魚とポカポカ草の実、あとはキノコ、それと隠し味でどんぐり。どうだこれで。おお、まとめて入れる。ふんふんとか言って。リンクがめっちゃ楽しそう。ピリ辛スパイシー焼き魚。寒さに耐えられるポカポカ草の実を使って魚の臭みを消しつつ香ばしさを際立たせた焼き料理。おお、それっぽい。寒さに対して4分ぐらい強くなるっぽいね。すごいな。じゃあ何かどんどん入れてみましょう。変な料理作っちゃおう。まずリンゴ、リンゴ、ヤシの実、いちご、フルーツ、もうフルーティーに行こう。ハスの実どうだろう。じゃあ果物関係でどんぐり。これはこれまずい料理になったりするわけ。でん、さあ、エレキ山に、ん？エレキ山盛り煮込み果実。すげえ名前になった。電気のしびれに強くなる様々な味のフルーツをコトコト煮込んで甘みが凝縮された贅沢な料理。おお、ハートが5と1、6個回復する。なるほど。楽しい。じゃあ、キノコ焼きましょう。キノコと、あ、待てよ。キノコに魚、どうだろう。やめよう。あ、戻る。持つのをやめる。やっぱこれでしょ。これを持って、これ持って、料理。あ、これさっきやったかな。ピリ辛スパイシー焼き魚。名前がちょっと変わった。ポカポカ草の実を使って臭みを消したやつ。なるほど。料理。最初に作ったのが、焼き魚。で、ピリ辛炒めポカポカ。ピリ辛スパイシー焼き魚。ちゃんと名前違うんだ。いろいろできるな。素材。これでさ、虫と素材を合体させれば、お薬になるってことかな。それともここじゃなくてちゃんと調合用のあのゴリゴリするやつがあるとか、どうなんだろう。まあいいや、じゃあハイラルバスは焼いておきましょう。手に持つ。ガンガン入れちゃおう。めっちゃ覗き込んでるし。さあ、ゴーゴー串焼き魚キノコ添え。めちゃくちゃなんかバラエティ豊か。早く動けるゴーゴー効果。新鮮な魚の串焼きに香りの高いキノコを添えたシンプルながら味わい深い料理。なるほど。でもちょっと回復量が大きすぎるな。ハートが3つしかないからそんなにいらないんだよね。じゃあこれならどう？スキップ。
おう、別になんかそんなに変わんねえな。串焼き魚キノコ添え。うん、なるほど、これならぴったりだね。これなるべく、いや、素材は取っておいた方がいいのかな。よし、じゃあこれでいこう。割と料理楽しんじゃったな。だ、割と結構プレイ時間も経ってきたことだし、そろそろ区切りいいとこまで行こうか。さあここまで来て、寒い、うわめっちゃ寒そう肌が赤くなってる。へえ、料理、寒さに強くなる料理、2分半、まあこれかな。回復量もぴったりだ。よし、食べる。ハフハフ。おお、お、強くなった。寒さガード2分半、お、ちゃんと出る、えらい。あっちまで行くのか、これ大変だな。おお、え、ちょっと橋が壊れてるんだけど。え、橋とかってもしかしてビルドできるの？違うか、あったまりポイントがあるけど火種がない。走ってれば寒さがしのげるとかそういうことはないよね。つうか絶対絶対足の裏冷たい。今感じ器が欲しいな。え、2択か、どっちだ、こっちかな。雪を踏みつける音がすごくそれっぽい。お、いけるいける。よし、おお、危ねえ、逃げろ。またいるよ。あ、しまった、頑張りすぎた。上の方見てたら岩があっていかにも落とせそうだけど。マップ的にはここから左か。マップばっかり見てると足を滑らしそうだね。お、また岩だ。あ、え、ここからあそこに落とせんの、マジで。嘘、いやでもここ斜面だぜ。右の方に流れていっちゃわない？やってみるか。お、動かせないんだ。なんだすごいがっかり。あ、爆弾でやるのか。ちょっと待って、雪崩とか起きないよね。お、あ、おーおーおー、びっくりした、ちょっと危ねえ。危うくなんか木の下敷きになるとこだった。リアルだな、リアルだけど全く意味なかったっていう。お、どんぐり、あ、なるほど、動け、ダッシュ、くそ、おお、お、乗れるんだ、へえ。あ、手に何も持ってない、くそ、俺のパワーじゃ何もできない。これってさ、あ、やばい、寒さが。木こりの斧、叩けるか。お、叩ける、おお、薪の束ゲット、マジか。てか寒くなる、やばいやばいやばい、わー寒い。高くない、あっちから行くのか。へえ、かじかむかじかむ。あー、ちょっと行けないかも。いや、行くしかない。おー、危ねえ。さあ、そして寒さポイントはなんとか抜けたっぽい。ようやくようやくたどり着いた。おお、すごく意味深な ワンモアタイム の祠。とりあえずこれは調べておこう。さあ、これでワープできるようになったはず。よし、さあ、そして気になるこの岩、これ爆弾で破壊できるのかな。でもさっき爆弾、お、宝箱がある。これは爆弾で動かしたい、ダブルで。よし、これなら破壊力半端ないでしょ。起爆、なに、元に戻っちゃった。くそー、力を加える方向を考えなきゃいけないのか。ここ結構斜めだけど大丈夫かな。あー、ダメっぽい、ドン。あー、無理か。どっちの方向ならいけそう。ここ、
あ、いけない。うーん、さらにここからやれば、あ、これ中に入れんのか。お、いけたいけた、これだ。せーの、あ、ダメっこ。イメージ的にはなんか下から爆風で持ち上げる的な感じだったんだけどな。わあ、気になってこれはやめられない。よし、これならこれならいけるでしょう。せーの、やったー、なるほど、圧力を高めるってこともできるんだ。へへへ、すごいなこれ。さあ、旅人の弓、旅人が使う護身用の小ぶりな弓、矢があれば離れた敵を攻撃することができる。やりました。へえ、力を加える方向とか狭い穴を使って圧力を高めるとか、そういうこともできるんだ。おお、細かい。よし、じゃあここで一旦区切っておきましょう。いやー、つい長々とプレイしちゃうな。じゃあまた次回よろしくお願いします。ちょっと待って、回復しておこう。てか素材とか集めておいた方がいいかな。せっかくだからなんか食べよう。串焼き魚。あ、ちゃんと串っぽいモーション。パントマイムかよ。はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。斧。 What?